というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。はい。あ、まだなんか作業中ですか。めちゃめちゃ、まあ本当にこれ ね、はい、やっぱ更新日はめんどくせえなので、まあそれなんか今週の火曜に上がった動画でもそんなこと言ってた気がしますが、うん、エアポンの翼くんとは違うからさ、はいはいはい、とりあえずしかも今日31日なのよ、うん、分かる人には分かる今日のこの弾丸弾の31日。これもうだから動画が上がる頃には終わってますが、そうです、はい、どうなったんでしょうね、どういうことだったのかっていうね、またでは分かんない、うん、はい、まあこれね、何、うん、ですか、はい、まあ常にほらガチャが来るじゃないですか。まあまあまあね。うん。でまあリアタイがメインでしょ、このタクトって。うん。これドラゴンクエスト PVP でしょ、だって。まあ今のところそうなんじゃないですか。うん。はい、だけどさ、うん、これ翼くんもまあ一応ね、うん、エアプながらにというかさ、はい、一応このなんだリアタイのさ、うん、交換所で爪とかは取ったの？一応。あ、一応ね。で、はい、スピード錬金とかしたの一応。もらえた分は、ただマックスにしなきゃっていうことはなかったですね。うん。でも一応スピードで合わせてみたの。まあ、できるだけにね、みたいな。雑魚のくせに。そうそうそう。なんか一応前のことはしました。うん。はい、一応ちょっと早い爪を作ってみた。そうそうそう。もしかしたらね、っていうことは。はい。まあでもさ、まあここまで来てさ、もう今リアタイ始まってどれぐらい経つんですか、これ。もうだからロトが来てからだから1年ちょいは経ってんのかな。経ってる。1年経ってないか。1年ちょいぐらい経ってんのこれ。経ってないか。半年ぐらい？いやそんなわけない。いや違う、新竜が正月だから、うん、まあ1年もうそろそろ1年だ、うん、なんで今半年で出ちゃったの。なんかあんまりそんなに長くなかったなと思って、うん、僕が言ってるレジェンドの回数もそのぐらいあるのにさ、うん、そんなわけがないのだからね。まあ僕だとほらやんねえからさ、うん、わかんないもんね。で思ったんだけどさ、はい、まあほら、うん、なんだろうな、ダイスラとかね、はい、まあ例えば少年テリーとかさ、うん、そういうのっていうのはほら高難度で使うものじゃない、はい、でも、まあ、そういうキャラじゃない、なんと補助キャラじゃないキャラでも、うん、まあ一度もさ、もしかしたら見たことなくねっていうキャラってまあいると思うんだよ。ああなるほどねそんなのちょっとさ探してみようかと思って。はあ、つまんねえからなるほどね。ね、これ子供はさこんなことやってみないっていうのと一緒よ。なんとなく遊びで思いついたからね。そうそう、理科学校で夜ちょっと寝られないから好きな子女の子誰って言ってるぐらいのレベルの動画ですよ。うわすげえ、なんか好きな人はないんだよ、やることが。そうなの。うん、ちょっとつらつらとね、S ランクの一番下ぐらいからじゃあ見ていきますよ、はいはい、こいつは見たことねえぞってやつ、うん、そうそう、うん、これね、うん、まあなんだかんだ使ってるやつっているのね。はいはいはい、うん、まあだから補助はもうちょっと一貫外しますよ。はい、じゃあどうですか。じゃあ翼くんから言ってきますよ。カイザー、これいりますね、はあはあ、はい、これ使ってる、はい、使ってる。はい、メタルドラゴン、これも見たことあると、はい、はい、アークデーモン、これもちょっと見たことある、うん、でキラマも見たことあると、うん、オニコン見たことある、はい、リュウオ見たことある、うん、ね、結構こうやって見たことある見たことあるってあるでしょ。だからこれね、今何を言ってるかというと常設のキャラを言ってるんですよ。ああ常設のキャラって案外みんな出てきてるんですよ。そうですね、うん、ただトロルキング、はい、これ開花してベラボーに使いな、ああエアプの翼くんは分かんないと思うけど、はい、開花の上層階でめちゃくちゃ使える。へえ、だけどリアタイは意外と使われてない。見ないんだ。そう、やっぱほら何がこいつの特技かというとさ、相手をもうなんつうのかな、円形に持ってってそこにダーン行って、うん、追撃を6回とかやるわけ。はいはいはい、はい、これがあれだから、うん、ばらかされてたら何の味もね。確かにね、うん、出ない。だからこれね、意外とこのトロールキングっていうのはまあたまにそういう冗談っぽく入れてるやつは見たことあるよ。うん、だけど案外使われてない。そう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 、まあ例えばグレドラとかさ、いたでしょ。ああ、いましたいました。ちょっといたよ、なんだかわかんない、輝く息吹かれたことあるでしょ。ありますあります、吹雪ね、うん、はい、うん、ただいないのは言ってるんですよ。常設でしょ。そう、今のとこで、まあ、今もう現常設ですけど、はい、はい、いないやつ、ゴッドライダー。ああ、これね、この間開花来てるよね。はい、だけどこいつ今もう使い道ないと思う。開花されたのに。開花されてももうなんだろう、まあ翼くんはほら開花の下の方だからね、うん、まだ使えるとこあるかもしれない。かつてはデバフ要因でしたよこいつは。防御だから下げる。だからこれも補助タイプなのかな。まあ本来はよくわかんないけど、でも攻撃タイプ。いやそうそう、まあ攻撃したついでに下げるみたいな。この技どうですか。ジュジュジュって、ね、ビシ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 。そうそうそう、もう翼っぽいのこれ。あ、そうなんだ。これ翼技ですよ。あ、なんか翼がそんな感じじゃないんだよ。はい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 。だいたいそんな感じでしょ。人叩くときこんな感じで。あんま殴ったことないからこうなっちゃうみたいな。そうそうそう、これ見たことない。ああ確かにいないかもしれない。うん、ね、であとまあまあグレイチェルだとかさ、アカラモスもいましたね、一時の開花された直後とか。そうですね、はい、うん、であとこのリーズレットもさ、開花されてからはミルクなんだけど、開花される前はちょこちょこいたのよ、やっぱ火力があったからね。一応ヒャドのっていう感じになってたんですね、うん、まあこれちょっとこいつなんだっけな、もうなんかスラクトとか、あ、クリフトとかちょっと一回補助だから、これは抜いて。補助は抜きですか。そう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 、はい、はい、見ていきます。
そうそういないキャラがいますね、これ。プリン。プリン。あー、プリン。そう。これね、フローラは使う人いまして、うん、はいはいはい、やっぱちょっとバギー系はちょっとなそうですね、珍しい。でもこのプリンってさ、でいいんでしょ、これ。はい。イオじゃないっけ。イオか、確かなんかよくわかんないけど、ほんとか。僕あの、イオのキャラクターがいなくて、プリンを、うん、なんかレベルが。あ、イオでいいんだ。イオでいい。あ、イオのデイマンのか、うん。そうそうそう。はいはいはい、隠す、そうね、なんとかイオナズンとギガデインも。はいはいはい。うん、で僕なんかもこれ、特技さ、7とか。ね、あ、じゃあ、そうそういうの見りゃわかるわけ。はあはあ、もう全然使ってない。プリン確かにないんだよな。ね、でもこれ、トンヌラもいたよね。トンヌラはでも使われる、ね。トンヌラは使、開花された時めちゃくちゃ強かったな。ほんでまあ、ハーゴンとかさ、いましたね。はい、うん。シドウもまあまあいるけど、うん、まあでもあまりいない方ではあるよ、ね。最近ではね、でもよう使った記憶ありますよ、うん、シドウ。まあここら辺はいるいる、はい、やっぱ出てきちゃうね。これも開花の後回しにされてるけど、オルゴデミーラと、ああ、まあ王の方のね、こっちの方ね、はいはい、こいつ何ができんの、まあ、これはね、僕の記憶では開花の20回台ぐらいで使った あるんだよ、じゃあ、はあはあ、うん、でも別に今思うとだけど、ヘナトス時代ですよ、うんうんうん、ヘナトス要員だった気もするね。あ、そうなんだ、うん、でやっぱ今を考えると開花の20回台って相当ヘボかったなと思って、そんなんでいけちゃうのからね、うんうんうん、今だったらオートですよ全部ね。そうですね、うん、まあこういうの見たことないはいはい。でスラリンガルとかもいたよね、うん、はい、ほんでまたいないのが1個いるの、うん、ローです多分は。あーこいつもさ、闘技には全くねだとか出てきてない、まあ、PVP では見ないですね。はい、それから通常ゼシカとかね、もう今はね、まあ使ってる人はいたと思いますよ。ただやっぱり何をするかとかマダンテなんで、確かない、これ PVP でマダンテ打ったろう考えたやつはいるのかなと。無理だろうね、時間がね、どうせ一体だしね、はい、話になる、ね、うん、こうやって出てこない。なるほどね、確かに、うん、だからやっぱりいるよね。でラプソーンもいたんですよ最初の頃はね、一回向こうだったね、いましたいました、うん、だからこの辺りはもうね、もうそれを超えてくるといるんだけど、まあ、やっぱウルノーがね、ウルノーが、まあ、一部のマニア以外は絶対使わない、一人しかおらんけど、そうで一部のマニアが今回は喜んだと、カイカ ね全米が泣いたぐらいに泣いたらしいですよ、全お兄ちゃんがカイカが決まった時に、ね、よかったよこれ本当に、うん、まあでも見たことないでしょ、うん、でやっぱりいるわけですよ。あとアンルシア兄弟ね、兄弟だからもう姉妹、アンルシア2人ね、3体目じゃない方ね、そう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 、はい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 、こいつらも PVP では全く出てこない、踏みとどまれねえとね、うん、はい、それからまあ一時ちょっとね、どうしてもせっかく引いたんだから使ったろって言ったけど、代表格デューラン、言ったー、これね、もうダークドレアムと同じフォルムなんだから絶対に強いはず、俺はガチャでこんだけ金かけた強いはず、えってなった人はいっぱいいます。マジでそう、これもチャ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 ってぐらいの技だったね、なんか3連なんか蚊に刺されたぐらいでしかね、そうもう何をすんのかも僕今記憶にないし、はあ、僕は未だかつて一度も使用したこと、マジで、だからこれ思ったんだけど、はあ、これいろいろさ、オーバーキル分って、オーバーキルじゃねえ、覚醒のプラス分って数字で出てるじゃない、ああ、ガチャ何回引いたか、うん、使った回数とか出てたら面白いよね、ああ、その冒険にね、どんだけこの運営が不良品をつかましてるかっていうのがよくわかるんですよ、確かにね、そうしたらランキングとかできちゃうんだからこれ、それも簡単に本当にできますね、うん、ほら、デュラン使ってないね、ああ、そういえばそうだね、うん、無駄に4突だから、この辺り以降はね、まあ大体みんなね、1回や2回はね使おうというか、まあ、使わざるを得ないというか、まあ、トガミ姫なんか使ってないけどね。あ、いたね、そうね。まあ、これもまあ、補助タイプでしょ、ええ、言ってしまえばね。ええ、うん。なんで、まあ、これは除外ですよね。はいはいはい。うん、だから、このあたりはもう本当に PVP のことを意識し始めて。意識してないから、こういうことになった。でも、これ以降は、まあ、大概見たことあるってことは、このあたりから、もう PVP に切り替えてるっていうガチャがね。そうですね。うん、こうなってるわけですよ。そうなってるわけですよ。しっかりそれはもう、まあ、今回データというかあれですけど、うん、マスターさんがさぞやっといて、見た状態のことってことですね。うん、そうそう。まあ、メルトアなんかもね、使われてはいなかったけれどもさ。ハロメロ。うん。まあ、バルボロスとかもたまにちょっと入れたろうぐらい、なんかドラゴン系の時にね、まあ、見たりなんかもしたけども、まあ、でもやっぱりそうやって思うと、一時までは、全然 PVP っていうのは意識してない、うん、でも高難度も加えてもデュランは使ってねえって、あれどこで使えたの、まあ使ってないですよね、これは完全にビジネスキャラでしょうね、ビジネスキャラデュラン、そうマジでいらんねあれ ねダークドラムっていうのはもうどっちでもまあまあ最初の頃はね、はい、いたのよ、僕だってダークドラム初期の闘技場なんか結構使ったからね、グランドクロスでしょ、そうそうそう、唯一の僕は二次錬金してたから ねもう変えちゃったけどね、もうとっくにね、うん、まあそんなのもあったし、うん、だからやっぱこうやって見るとこの歴史を遡っていくと ね、どこからこの運営がね
PVP に切り替えて PVP のためにガチャをさしてるかっていうのがねよーく分かる。完全に顧客をもう絞ったわけですね。そう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 、だからこれはもう本当に今後もねずっと続くんだろうし、そうしたことによってもしかしたら今回の大墓が生まれてる可能性もねまああるんじゃない。そうなんですよ。だからやっぱりこのなんだろうな、当初やろうと思ってたことじゃないことをやらされてる人たちがまずもう PVP ができた時に俺はこれがやりたかったんじゃねえんだよっつってやめた人もきっといっぱいいますよね。でやっぱりできてからもとりあえず報酬だけはなんとかもらおうかっつっていやいややってる人たちがいたと。 ね、はい、でもそういう人たちもやっぱりずっと続くわけがなく消えていく、だからもう結局最終100人ぐらいしか今でもバカみたいにガチでやってるね、毎回毎回同じメンツがさ、こんなのしかもう結局は商売にならない、でもこの100人じゃこの赤を埋めることはできない。そうですね、おそらくそうでしょうね。そういうことなんだなと思ってね、だからもう、間違いなく先は長くねえなと。もう余命宣告されたようなもんですよこれ。まあ確かに本当にそういうことかもしれないですから、よっぽど大きいことがなければ、これ万が一なんですけど、例えばスゴロク上ってちょっと前出たじゃないですか、このスゴロクがめちゃめちゃ流行ってた場合、スゴロク用のガチャが出た可能性とかってあるんですかね。っていうよりもこの仕様はちょっと一旦変えてもらわないと困るよね。まあね、やっぱこれどんだけパーティーコピーができるといったところで全部変えられちゃうから。そう、マジでね。ね。で、まあ今回もスゴロクも不評だったわけでしょ。ね、で、今回ね、今日来てんのかな、もう見てもいないから、わかんないけども。あ、新マップ、スゴロクも来てんのかな、今日かわかんないけど。なんならもうこれあれですよ、スゴロクのチケットカンストしちゃってる人いるらしいですからね。ああ。やりたくなくて。やりたくなくてもうずーっと溜め込んで、もうなんつうの、いっぱいいっぱい、これ何枚だか知らないですよ。はいはいはい、週に1枚もらえるんでしょ、だって。まあ何もしなくても確かデイリーでもらえるはずだから、そんななってるっていう噂もね。ああ、まあめんどくさいもんね。あるし、はい、だからまあ今回こうやって今やっと新マップ出たけど、むしろ遅えんじゃねえのと。どうせな、だからもうしょうがねえ、これジムとかもらえる、まあなんなら S チケットがもらえるとかあるからみんな惰性でやってるようなもんでしょ。でも遅えよね、やっぱね、直すのはね。まあそうですね、多分このスゴロクができた当時はすげえものできたとこの上は思ってたとかもしれないですね。全く不要だった。だからもう何かしらが連れてるし、何したってこの僕なんかあれですよ、この S チケットってどうやって手に入れるかも知らないからね。ああ、どこで出てくるんですかこれ S チケットって。まあ、カジノとかどっかのあのルーレットの中に出てくるんでしょ。なんでカジノって言葉を言ったの。だってルーレットってほぼカジノじゃないですか。あ、それをカジノとそこ。あ、そうそう、ごめんなさい。ちょうどあのカジノ来るんじゃないって言った時にスゴロク来たから、僕の中ではあれカジノなんですよ。あ、失礼しました。まあね、あの、はい、ギャンブルをほとんど打ったことがない人間からしてみたらそうなんですね。その人がまあ麻雀をやって毎回負け続けてるというね、まあそういうのもありますけど、多分どっかの何個目か先のステージ行くとこの中に入ってるのかな。僕はそんな想像して見たこともないから、はいはい、もうこれ都市伝説じゃねえかと思ってる。都市伝説なんじゃない。交換所に一応あるんだけどさ、交換所ね。まあだから何にしてもこうやってね、今適当に振り返ってみたけどさ、ほんまやね、何だったの、ね、でも最終だからこの PVP 仕様切り替えたところがはっきりと分かるなっていう、そうですね、そういうことが後になって分かっちゃったっていう、振り返ってみればのやつでしたと、食ったらねえ動画ですよ。いやー、いい動画でしたね、で僕はさっきまあ初日にねガチャを引いて、はい、なんだか分かんねえけど、はい、チケット30枚もらえたでしょ、でプラス20枚タクポと、イベント交換、ポイント交換で50枚でしょ、であと30連引いたでしょ、これで2凸になりました。あー、めでてー、すげえ。だからあとはもう翼くんがガチャを出すだけじゃないですか、ね、僕はやらないので、じゃあこれに決まりです、はい、どうも、あざした。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。